医療法人財団純和会三王病院は東京都港区にある病院である。ホテル並みのセキュリティとサービスを実現し、全室個室という高級病院として知られる。近隣には人間ドックや検査医療を主に行う三王メディカルセンターが併設されている。1937年東京都港区青山に開設された病院を始まりとする。 1949年には、千代田区長田町に移転、さらに1962年には、青山一丁目駅直近の港区赤坂に移転会員した。特に参院としては、東京都内において、愛育病院、聖路科国際病院と並ぶ、ブランド出産後三夜と称されるなどの名声を得ていた、産王病院であるが、建物や設備も老朽化し、 経営的にも遅れを取るようになった。やがて多額の銀行借り入れを抱えて資金繰りも悪化。1996年には高木区に確立いるル、区に会、国際医療福祉大学グループによって買収された。経営者の変更後には、医師、看護師をはじめとする従業員も大幅に入れ替えられ、実質的に全く新しい病院としての再生が試みられた。 2000年、旧病院と同じく、赤坂、外苑東通り沿いながら、野木坂寄りの現在地に新病院を竣工していて、青山一丁目寄りの旧病院は、産農分院とされた。同分院は2003年に、産農メディカルプラザと改称された後、2009年に、産農メディカルセンターとして、新築、再開業している。鉄筋コンクリート免震構造を、 延べ床面積15,290.50平方メートル。現在の建物の設計者は、平山隆史。ありがとうございます。